大丈夫ですよ教頭先生、家庭訪問ならお任せください。午後4時ちょうど現場到着。まずは周辺環境のチェック。こんにちは。あ、こんにちは。訪問前にもう一度情報を確認。教頭先生を脳内リピート。ああ、生徒の名前は小原良太郎。中学2年の1学期までに登校したのはほんの数日。こう言っちゃなんだが、担任が頼りなくてね。だから、夏休みに入る前に、ほら、一度ちゃんとね。小原良太郎くん、住所はこのアパートの201号室。調査票によると、小学校高学年から不登校傾向。現在、父親と二人暮らし。両親の離婚後、良太郎くんを引き取ったのは父親で、職業はタクシー運転手。ああ、個人タクシーね。父親の年齢は44歳。父親の年齢は44歳。ん？窓から声が。ああ、それも片付けとけ、良太郎。ああ、いいんだよ、そんなの。こうしときゃ匂わないよ。アロハシャツに短パン？あれが父親？それから、ああ、良太郎くんは幼少期、父親の家庭内暴力が原因で、児童相談所に一時保護、との記録あり。ちょっと待って。ああ、良太郎くんは幼少期、父親の家庭内暴力が原因で、児童相談所に一時保護、との記録あり。いいか、練習通りな。何を聞かれても目を泳がすなよ、良太郎。分かってるよ。大丈夫ですよ、教頭先生。ただし、ゴミが膝の高さまで、ゴキブリが10匹以上確認できた場合は、応援要請させていただきます。とにかく、学校が訪問したって事実が大切だから。先生、優秀だから分かるよね。任せましたよ。いざ。先生が言うことには、このデタラメな世界の君と。作、荒井雅美。出演、池田明奈、寺脇康文、小林正人、他の皆さん。いらっしゃい先生。約束の時間ぴったりですね。もちろんお約束ですから。はじめまして、良太郎の父でございます。相模原第一中学の向井実です。良太郎くんの中学で英語を担当しております。さあ、どうぞどうぞ。むさ苦しい男女帯ですが。ほら、良太郎も黙ってないで挨拶しろよ。良太郎。良太郎くん、こんにちは。こんにちは。ではお邪魔します。はい、どうぞどうぞ。あ、良太郎、飲み物は？ないよ、そんな。お構いなく、マイボトルを持参しておりますので。ああ、まあこっちも急だったからな、良太郎。家庭訪問については、2週間前に郵送とお電話でお知らせしていたと思いますが。そうでした、そうでした。ですよね。部屋の中は即報告するような様子は見当たりません。ですが、油断は禁物です。そんなキョロキョロ見ないでくださいよ先生。大丈夫ですよ、うちは平和に暮らしています。どうですか、うちの良太郎は。
いや、こんな若くて綺麗な先生が担任だなんて、もうパパびっくりだよな、亮太郎。パパなんてやめてよ。え？あの、今のご質問ですが、どうですかとはどういった意味でしょうか。え？いや、まあ、そりゃ、あの、うちでは見せない一面についてですよ。あの、学校生活の。学校生活？あの、お父様。はい。亮太郎くんは2年生になってから10日しか登校しておりません。ご存知でしたか？と、あ、そうそう、そうだった。いや、お前、そんな言ってなかったのか。言ったじゃん。やはりあまりご存知ないのですね、お子さんのこと。いやいやいや、そんなことは。なあ、亮太郎。いいから早く終わらせよ。それに先ほどこんな若くて綺麗な先生が担任とおっしゃいましたが、この言葉の間違いにお気づきですか？は？ああ、はいはい、あの、わかりました。謝りますよ。今はそういうのを女性に言ったらダメなんでしょ？あの、何腹か知らないけど。ハラスメントとは、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つける行為のことを指します。そしてご存知ないようなので申しますが、私は亮太郎くんの担任ではありませんが。え、そうなの、亮太郎。担任の先生はこの人じゃない。早く言えよ、亮太郎。笑ってごまかさないでください。じゃあ訂正するよ。こんな若いだけの堅苦しくて愛嬌もない真面目だけが取り柄のような先生が来ちゃったよ。これで間違いないですかね。否定はしませんが、あなたはお子さんの担任教師の名前も覚えていらっしゃいませんでしたね。あ、そうかもしれないけど、それってそんなに大事なことか。だったら関係ない先生が何しに来たんだよ。そうだよ。亮太郎くん、これから夏休みでしょ。どうするの？どうもしないよ。学校はまた気が向いたら行くから。そっか。でもね、先生も亮太郎くんに大事な話があって来たの。あ、おい、今郵便物勝手に見ただろ。請求書が溜まってないか見たんだろ。そうだろ。まだ何も止められてねえよ。こういうのはな、電気、ガス、水道の順で止められるんだよ。よくご存知ですね。うん、止められたことあるからだよ。え？その時、亮太郎くんはどうしてたの？いや、違う。勘違いだ。なあ、亮太郎。え？ああ。うん。やっぱり、何かおかしい。教頭先生、ここからは攻めの姿勢でいきたいと思います。では、お父様に伺います。あ、はい。今日はお仕事はお休みでいらっしゃいますか？あの、昨日、たくさん運転したからね。普段は目の前の駐車場にタクシーを止めているそうですね。ああ、そうだよ。今日は見当たりませんでしたが、どうなさいました？それは、車検、そう、車検。昨日帰ってこられたのは夜ですか？あの、夜遅く帰ってきて、今日の朝、車検に出したんだよ。車がないとお仕事できませんよね。そうだよな。実はここへ来る直前、駐車場のオーナーさんから聞いたんですよ。あなたのタクシー、ここしばらく見かけないと。え？あ、亮太郎くん、どうしたの？何か隠してる？何も。では、小原さんは本当に働いていらっしゃいますか？誰だよ、小原って。あ、俺か。今何とおっしゃいました？何もおっしゃってませんよ。ん？何か音がしませんでしたか？ん？え？音がしているのはこの押し入れですね。あそこ。これはいつのゴミですか？いや、明日捨てようと思ってたんだよ。燃えるゴミは水曜と金曜ってあのカレンダーに書いてないか？カレンダー先月のままですが、はあ、今日は木の犬ですか。ところでお父様の干支は？俺の干支？イノシシ。
それはおかしいですね。こちらの資料ではお父様は昭和55年生まれ、現在44歳だとすれば猿年のはずですが。あ、じゃあ猿年、うん、間違いない。それでは良太郎くんの干支は、お子さんの生年月日を正確に言えますか？何も見ずに答えてください。あ、すいません。あ、良太郎、思ってたようにいかないぞ。どうしよう。どうしようって、全部おじさんが。おじさん？あ、良太郎くん、どういうこと？この人はお父さんじゃないの？うん。いや、これには訳があってな。私は今良太郎くんに聞いています。もうほっといてよ。ほっとけるわけないじゃない、こんなお芝居までして。ねえ、何があったの？先生に話してくれないかな。先生？ん？先生は本当のこと言ったら信じてくれるの？とにかく話を聞かせて、良太郎くん。おいおい、今のはずるい聞き方だな。良太郎の質問に答えてないぞ。ちょっと黙っててください。いや、やっぱり俺から説明するよ。確かに俺は良太郎の父親じゃない。でもな、目の前で14歳の少年が困ってるんだ。助けてやるのが筋だろ。家庭訪問の日が迫ってる。でも父親は家にいない。だから代わりになってくれ。誰にだって事情はある。それだけじゃないか。良太郎くん、お父さんはいつからいないの？2週間くらい前かな。え、3日前じゃなかったのか？ごめん、おじさん。その間ずっと一人で？そうだよ。どうせ児相に連れてくんだろ。児相って児童相談所のことだよね。嫌いなんだ、あそこが。まずはお父様ご本人に確認します。おかけになった電話は現在電波の届かないところにあるか、電源が入っている。あのね、良太郎くん、家に保護者がいないと良太郎くんは未成年の一人暮らしになっちゃうの。これってとっても危険なことなの、わかるよね？これまでだってちゃんと帰ってきたんだ、お父さんは。これまでって、これが初めてじゃないのね。だからもうほっといてよ。まあまあ、二人ともちょっと一息つこうよ。あれ、なんだよ、冷蔵庫何もないじゃん。何やってるんですか？いや、喉乾いたなと思ってさ。どこ行くんですか？良太郎、俺自販機で何か買ってくるわ。じゃあ、ちょっと待ってください。あ、痛い、手がちぎれる。あ、そんなに引っ張んなよ。あ、ほら、 B さん脱げちまったじゃないか。あなたは良太郎くんのご親戚なんですか？それとも便宜上おじさんと呼んでいるだけのお知り合いですか？うん、便宜上おじさんです。失礼ですが、お仕事は？そうだな、並びとか。並び？うん、最近だと有名人の裁判の傍聴券とか、人気アイテムの発売日とか。つまり代行アルバイトですか？ああ、そうそう、それ。普段はどこにお住まいなんでしょうか？この近くですか？うん、今日はここに泊めてくれるって言うからさ。まあ夏だし外でもいいかもだけどさ。今外と聞こえましたが。うん、うん、あの公園とか。あの、もしや。うん？はっきり聞きます、ホームレスの方ですか？うん、まあそんなこともあったような、なかったような。つまりあなたは父親の育児放棄につけ込んで未成年を利用し不法に侵入したということ、逃げる気ですか？警察に連絡しなきゃ。警察もやだ、どうせ児相に回される。良太郎くん。ねえ先生、育児放棄って俺もう中学生だよ。一人で大丈夫だから。でもね、離婚したお母さんも親戚も頼れないんだよね。俺何も困ってないよ。でも良太郎くんはまだ中学生でしょ。逆に何がダメなの？そうね、それはこれから学校に行って相談しましょう。え、なんでお父さんを待っちゃダメなの？
待つって、だって帰ってこなかったら困るよね。お父さんは絶対に帰ってくるよ。どうして帰ってこないって決めつけるの？それは、さっきみたいに悪い大人がやって違うよ。おじさんはお腹すいたら子供食堂においでって教えてくれたんだ。子供食堂？そうだよ。コンビニで割引シールおにぎりに貼り替えようとしてたの見つかって、そしたら一緒においでっておじさんが子供食堂に連れてってくれたんだ。あの人も子供食堂の常連なの？大人なのに？よく知らないけど、でもおじさんは先生が思ってるような悪い大人じゃないよ。そうだよ、おじさんは悪い大人じゃないよ。おじさん、りょうたろ、ほら冷たいお茶。先生の分はないよ、水筒持参だったよな。なんでまた。教頭先生、非常事態です。警察が嫌なら学校に連絡するね。嫌だってば。どこにも連絡しないで。おい待てよ。子供が嫌がってるだろう。そんなこともわからないのか。りょうたろ、これはお前が預かっておけ。ほら。ナイスキャッチ。もう返して、私のスマホです。まあ、先生もほら座り直しなって。ほら先生、りょうたろうも座って座って。よし、今から家庭訪問のやり直しだ。やり直し？そうだ、確かに俺たちの作戦は失敗した。だから俺にはこの家庭訪問を見守る義務がある。このまま生徒と先生だけじゃ明らかに上下関係があるだろう。どう見ても良太郎が不利だ。そう、ハラスメントとは相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つける。そう、その尊厳を傷つける場合がある。私が生徒の？いや、最後まで聞けって。まず先生は担任でもないのに今日大事な話があってやってきた。しかし保護者は不在ならば、場所を学校に移動して話を続けたい。はい、だからそう言ってますよね。片谷良太郎、学校には行きたくないと言っている。そう、これはあくまで家庭訪問だ。二人の意見は食い違う。だったらこの場で第三者を前に話し合ったらいいじゃないかな。だからなんであなたが。良太郎くん、その大事な話って何？それ聞いてから学校に行くか決めるよ。おう、どうだい先生。だからなんであなたが。俺の監視に来たの？そもそも本当に大事な話ってあったの？もちろんよ。でも。でも？先生も話をする前に一つだけ確認したいことがあるの。何？良太郎くんが小学校に上がる前、お父さんの家庭内暴力が原因で児相に一時保護されたんだよね。だから児相が嫌いなんだよね。そんなことがあったのか。よく覚えてない。ごめんね、思い出したくないことだったかもしれないけど。確認ってそれだけ？うん、でもとっても大事なことだから。よし、じゃあ次、先生の大事な話。わかりました。といってもこの状況に納得したわけでは全然なく、密室で生徒と二人きりで話し合うよりかは、まあ幾分客観性があるからで、しぶしぶそうしているわけで、なんか自分に言い訳してるみたいで嫌なんですけど。いいから早く話せよ。わかってますよ。あのね、先生も一人親家庭で育ったの。あ、そうなんだ。先生にはお父さんがいません。先生が7歳の時、小学校1年の秋に病気で死んだの。それから先生のお母さんはずっと働きっぱなし。お金もそんなになかったの。ちょっと待った。先生の父親は
断信ローンに入ってたのか。いきなり止めないでもらえますか。いや、割と大事なところだぞ。住宅ローンの名義人が父親単独だった場合、断信、つまり団体信用生命保険に加入していれば、父親が死んだり高度障害に陥っても残ったローンの返済が免れる。借金があるとないとじゃ大違いだ。確かにうちはローン免除でしたけど。ほらな、先生のような家庭がある一方で、妻が死んでもその夫はローンを抱えながら仕事と子育てを両立しなければならない。共働きのペアローンだって免除にならない。なんだか不公平な話だと思わないか。何が言いたいんでしょうか。自分に都合よく一人親家庭を語るなって言ってんだよ。夫が外で働いて妻は専業主婦、この古い仕組みによるローン免除に助けられる親子もいれば、何の保証もなくいきなり世間に放り出される親子だっている。離婚して持ち家、慰謝料、養育費すべて妻子に明け渡して一文無しになる父親もいれば、何も払わず逃げ失せる父親だっている。そりゃそもそも結婚すれば離婚のリスクは当然ついてきますよ。あ、それ分かってて結婚したんですよねって続くやつだ。違います。結婚とはこの人となら一人では取れなかったリスク、例えばここで言うリスクとは子育てに代表される将来の負担のこと。それを安心して取れる、そうお互いに思い合え尊重し合えるお相手とだけするもの。それが私の考える結婚です。それができれば誰も苦労しねえよ。ねえ、大事な話って結婚のこと？なわけないよな先生。話を戻します。先生はね、道具代がかかるスポーツをしたり塾に通ったりはできなかったけどね、学校の先生たちが支えてくれた。お下がりの参考書だったけど、それで一生懸命勉強した。諦めなかった。そうやって的確な時期に的確な勉強法を習得し、コツコツ鍛錬を重ねれば努力は決して裏切らない。どうして先に言うんですか。ありきたりなんだよ先生。そんなんで子供の心が動くかよ。これは私の実体験なんです。実体験ね。お言葉ですが、私は日本人なら誰でも知っているであろう大学を利子のない奨学金を借りて優秀な成績で卒業しました。もっと言うと、誰でも知っているであろうあの大企業の内定もいただきましたが、あえてブラックの極みであろう公立中学校教員の道を選びました。よっ、その心は？それは公教育を放置すると労働力の質の低下、国の経済力の低下、すなわち社会的安定が損なわれる恐れがあり、よって教育現場こそがこの国の基盤を担う最大のプロジェクト。しかも男女賃金差がなく産休育休制度も充実しています。教員になることはかつて私に手を差し伸べてくれた先生たちへの恩返しでもあり、次は私が手を差し伸べる番だと確信したからです。それってつまり先生は運がいいだけじゃん。運がいい？そうだよ。人一倍努力して今も奨学金をコツコツ返しているこの私がですか。いや、運が悪いのかもしれないぞ。俺の同級生は確か奨学金の返済が免除になるからって学校の先生になってたな。それは羨ましい制度ですが、時代が違います。そうだよ。親も時代も場所も性別も選べない。なのに努力は必ず報われる？本当に？そりゃもちろん苦しい時は誰にでもあるかもしれませんが、努力してもダメだったやつは努力が足りないだよな。だからそれは、それって自己責任ですよね。先生の顔にそう書いてあるよ。いつ私がそんなこと。先生はさっき俺をホームレスで悪い大人と決めつけた。いつの間にか俺を排除した。いや、先生だけじゃない。今の世の中は普通の基準を満たしていないその人のその命や人生を評価、選別、排除するされても仕方がない、そう暗に認めている。基準を満たさなかったのは自己責任だから。待って、もう一度話を戻しましょう。聞いて、良太郎君。過去に虐待加害者だった父親が2週間家に帰ってこない、
そんな父親だから育児放棄も仕方がない。よって学校は排除、あとは福祉にお任せします。今先生がしようとしていることはそういうことなんだよ。そうじゃない。自己責任ってのはな、責任を押し付けて正当化したい側のロジックなんだよ。自分が排除されないためのな。それなのにどの口が努力は決して裏切らないだって、ちゃんちゃらおかしいや。ダメよ、落ち着いて。そう、教頭先生はなんて言ってたっけ。とにかく学校が訪問したって事実が大切だから。あれ、これって先生優秀だからわかるよね。優秀って、優秀ってどういう意味。子供はな、安心できる場所があれば自分で考えて歩き出すんだよ。もう少しだけここで父親を待たせてやってもいいじゃないか。心配なら俺がついててやるよ。あのさ、だからってこの状況を見過ごすわけにはいきません。先生、それは本当に良太郎のことを思っての言葉なのか。それはあの、とにかく生徒の保護を。ほら、また質問に答えない。先生は本当に目の前にいるこいつのことを思って言ってんのかって俺は聞いてるんだ。先生はいつもそうだ。さっき良太郎が聞いたよな、先生は本当のことを言ったら信じてくれるのって。でも答えなかった。どうして。それは責任を取りたくないからだよ。そういう人間なんだよ先生は。それは違います。私だってあの頃の先生たちが全力で受け止めてくれたからここまで頑張れたんです。先生は本当のこと言ったら信じてくれるのって、そんな質問を答えるまでもない。信じるに決まってるじゃないですか。その言葉に嘘はないんだな。もちろんです。優秀な先生とは生徒にとって一番いい方法を一緒に探し信じることができる人間のことを言うのです。あの先生、良太郎くん。良太郎先生。何。お父さんはもしかしてお父さんが今どこにいるのか知ってるの。そうじゃないんだ、お母さんの方だったんだ。え？あの時知らない誰かが勝手に通報して、そしたらお母さんが嘘ついたんだ。お父さんが俺を殴ったって。え？それじゃ、ってことは誰もお父さんのこと信じてくれなかった。お父さんももういいやってなって。その時お父さん働いてなかったから。でも家庭内暴力ってお母さんも被害に遭ってるんじゃ。それはお母さんから俺を助けるためだよ。あの時俺がもっとちゃんと話ができてたら、俺がもっと。ありえない。おい、入学前の子供にそれは無理です。だから良太郎くんが責任を感じる必要なんて絶対にない。その話が本当なら、お父さんはいつもそうなんだ。昔からよくドライブに連れてってくれたんだ、お父さん。俺が寂しそうにしてたから。けどただ運転してるだけで何も言わないんだ。本当は俺を励まそうとしておもちゃを用意してくれたんだけど、なかなか言わないんだ。今もダッシュボードに俺の好きだったおもちゃが入れっぱなしで。そんなお父さんなんだ。だから俺を捨てたりなんかしない。絶対帰ってくる。待って待って、もう一度もう一度整理して考えてみて。ああダメだ、脳内が拒否してる。よし、俺は良太郎を信じるぞ。あ、もう黙っててよ。
私はちょっと待った。何？先にトイレ行かせてくれ。勝手に行ってくださいよ。あーいやだあの人がいないとこんなに静かだったんだ。亮太郎くん。先生、本当のこと言ってくれてありがとう。先生は亮太郎くんを信じる。うん。誰か来た。お父さんが帰ってきたんだよ。まさかこのタイミングで。みのり先生。大地先生、どうして？いたんなら電話出てよ。学校から走ってきたんだから。電話？あ、忘れてた。俺があっちに置いたんだ。待ってて。いいから顔貸して。あ、さっき目の前の駐車場のオーナーから学校に問い合わせがあったの。育児放棄された一人暮らしの少年の部屋に女の先生が入ったまま出てこないって。この意味わかるよね？あ、実はこれにはいろいろありまして。だから先に近隣住民から通報されちゃうと学校は何をやってたんだって私たちが責められるの。いやけど亮太郎くんは。仕方ないじゃない、父親が父親なんだから。父親が父親って。先生。あ、亮太郎くん、今のはそういう意味じゃないのよ。俺が先生って呼んだのはこっちの先生だから。亮太郎くん。あー、すっきりした。え、誰？誰？って誰？あー、先生。待って、落ち着いて考えるの。亮太郎くんにとって一番いい方法を。亮太郎くんが望むことは何？こちらは亮太郎くんの担任の越智先生です。はじめまして。で、こちらは？で、こちらは、うん、先生。みのり先生。亮太郎くんのお父様です。なんです。いやはじめまして。いつも亮太郎がお世話になっております。ああ、2週間車が戻ってないって聞いてるんだけど。ああ、ついさっき帰ってこられたんです、徒歩で。最近健康のためにウォーキング始めたんですよ。ちょっと遠くの駐車場から自宅までをね。私も今駐車場が2つあるって聞いたとこなんですよ。オーナーには私から連絡しておきますよ。あ、それより何より今日は先生と有意義な話ができてよかったな。なあ、亮太郎。あ、うん、だね。うんうん、そうなの、みのり先生。はい、家庭訪問の結果特に問題はありません。今後のことは親子で話し合いながらということで。そうだよな、亮太郎。うん、先生、これでいいんだよね？とりあえず今日のところはですよ。今日のところはこの父親にお任せください。うん。へえ、亮太郎くんが笑ってる。ではこれから学校に戻って報告を。ああ、先生方お気をつけて。ほら、与太郎も挨拶。ありがとう先生。任務完了です。では行きましょう、越智先生。待って。ん？私ももう一度その家庭訪問に入れてもらえないかしら。え？そうね、このまま家庭訪問続けましょう。ほら、私は他人なわけだし話合わせておかないとさ、いろいろ食い違うと困るじゃない？わかるよね？そうね、そうしましょう。ああやって言われても。じゃあお邪魔します。あれ、お父さん
ウォーキングして帰ってきたんですよね。ええ、健康のために。このビーチサンダルでですか？ん？どうぞどうぞ、座布団も何もありませんが。お父さん、今日はよっぽど機嫌がいいんですね。ほら、私がお電話した時なんか一言二言ですぐ切ったじゃないですか。そうでしたっけ。あ、きっと運転中だったんじゃないかな。良太郎君も、みのり先生にならこんなに素直だし、生徒の心も保護者の心も掴んじゃって、さすがね。教頭先生にも可愛がられるわけだ。悔しいけど、どんな話したのか教えてよ。詳細は学校でお伝えしますので、そろそろおいともしないと。私には話せないっていうの？そういうわけじゃ。じゃあ何？実はこの後来客のご予定があるんですよね。ああ、そうそう、そうなんですよ。残念だな。え、もう来ちゃったの？みたいですね。いや、ほんと、嘘みたいなタイミングだな。出ないんですか？出ますよ。今、出ようとしてるじゃないですか。やあやあ、いらっしゃい。待ってましたよ。お邪魔します。神奈川県警です。警察？こちら、小原慎太郎さんのお宅でお間違いないでしょうか。ああ、そうですけど。確認ですが、ご家族の方ですか？君が息子さんの？良太郎です。小原慎太郎さんはお父さんで間違いないですね。他の皆さんは？学校関係者です。それは助かります。実は2週間前、こちらの小原慎太郎さんが隣の静岡県内の病院に搬送され、今朝になってやっと意識が戻られまして、先ほど身元が確認されました。は？それ運転中の事故ですか？いえ、それが長距離客を装った強盗被害に遭われたようで。車と売上金、身元の分かるものも全て持ち去られた後、山道で倒れているところを発見されたそうです。唯一の所持品が子供のおもちゃを握りしめていたとかで。お父さん。ですが命に別状はなく、数日で退院できると聞いております。ひとまず安心してください。先生、俺。良太郎くん大丈夫よ。では詳しいことは静岡県警の方でお願いします。我々は未成年のお子さんが一人と聞いてこちらに立ち寄らせてもらったのですが、先生方がついておられるのなら、あとはお任せできますか？はい、わかりました。ありがとうございます。ではお手数ですが、こちらにご記入と、このメモにあるのが入院先の静岡の病院になります。良太郎くん、急いで病院に行く用意を。わかった。ご協力ありがとうございました。失礼します。ねえ、どういうこと？みのり先生。おち先生、落ち着いてください。まずは良太郎くんを病院に。私に指示しないで。で、この人は？ですよね。どこの誰で、なんで父親のふりをしたのかって聞いてるの。それが、その、うっかり名前を聞くのを忘れてまして。はぁ？どうもどうも、申し遅れました。私、カラスモリヨシオと申します。だそうです。最近は子供食堂でプログラミング教室なんかをやってまして、まあ、その前は、まあ、ベンチャーで成功したり倒産したり。だそうです。いやー、すっかり名乗るのを忘れていましたよ。そうなんですよ。バカなの？信じらんない。いいわ。もしもし、教頭先生。オッチです。はいはい。ああ、学校にも警察から連絡があったんですね。ええー、その中年男性も今ここに。はい、彼女なら隣にいます。みのり先生、自分で説明しなさい。もしも
もし、教頭先生。ああ、警察が来たんだって？はい、すみません。その。ちょうどよかったじゃない。え？学校が適切に対処してたってこと。地域の人にも分かってもらえたんだから。問題のある子はね、学校に問題があるんじゃないの。家庭に問題があるの。うん。とにかくね、警察より先に、学校がちゃんと訪問してたって事実がね、あればいいの。それだけですか？それだけって、他に何が？いえ。じゃあ戻って報告書よろしくね。お言葉ですが、教頭先生。良太郎くんは、問題のある子なんかじゃありません。良太郎くんは、父親思いの優しい子です。ああ、そう。そうやってどこかに問題や責任を押し付けて自分たちを正当化する、それが教頭先生のおっしゃる優秀な教師の姿なのであれば、私はもうあの、何か勘違いしてるのかな先生。あのね、担任でもない、やる気だけで経験の浅い君をだね、たった一人で問題家庭に送り込むわけなんてないでしょうが。誰も期待なんかシェアしてませんよ。最初から。形だけ。はあ、君はもう少し賢い人間だと思ってたんだけど、どうやら見込み違いのようだね。あの、教頭先生！おっしゃってる意味が、よくわかりません。それじゃあ私たち病院に急ぐから。タクシーすぐ来るから。うん、分かった。保険証は？生徒手帳ある？どっちもあるよ。いいのか先生、行っちゃうぞ良太郎。私にできることはもう。あ、タクシー来ちゃったよ。良太郎くん先に乗って。ちょっと待って。先生、良太郎くん、くしゃくしゃだけどあげる。これなんだ、子供食堂のチケットじゃないか。なんでよ私に。なんでかわからないけど。早く降りてきなさい。家庭訪問ちょっと楽しかったからかな。良太郎くん、やっくらしちゃった。なんだか夕日がしみるね。なんだよ、難しい顔しちゃって。若いだけの、堅苦しくて愛嬌もない、真面目だけが取り柄の私ですが、私は私が思っている以上に無能な人間のようです。そんなことないんじゃないの？良太郎のあの笑顔は本物だったよ。どうしてあなたにそんなことわかるんですか？いや、俺にも良太郎ぐらいの息子が一人いるんだ。しばらく会ってないけど。もしかして離婚して一文無しになったのって？きっとこれくらい背が伸びてるんだろうなって、生意気言うようになったんだろうなって、良太郎を見てたらさ。それで言うと、私の父イノシシ年なんです。生きてたらちょうど同じくらいで。だからってわけじゃないけど。いえ、何でもないです。言いかけてやめんなよ。絶対ありえないけど、
もしかしたらお父さんってこんな感じなのかなって。え、それって俺のこと？やっぱり撤回します。今の全部消去してください。泣きたかったら俺の胸貸そうか？結構です。泣きませんよ、こんなことで。私はもっともっと頑張らなくちゃいけないんです。もっと。いや、先生はよく頑張ったよ。今までだって、いや今もよくやってる。ああそうだよ、奨学金だって、まあ、名前はそんなでも借金だろ。よく考えたらおかしいよな。社会に出た途端何百万も背負わされてさ、それを先生は一人で返してんだろ。そうやって子供の時からずっとずっと頑張ってきたんだろ。今の先生見たら天国のお父さんだってきっと褒めてくれるさ。俺の自慢の娘だって。やめてください。ん？先生？泣いてませんよ。これはただ夕日が眩しくて。それでも先生が良太郎に伸ばした手はちゃんと届いたんじゃないのか？もう少しだけこの夕日を見てから学校に戻ります。ご存知ですか、教頭先生、町の子ども食堂を。こんばんは。あ、先生。ああ、こっちこっち。カラス森さん。あ、良太郎くんのお父さんも。ここでは大人も子どもも関係ない、普通を基準にすることもない。実は地域と公教育による包括的社会活動が実現できないかと調査を重ねた結果、学校の調理室を利用して子ども食堂が開設できないか検討してみたんです。相変わらずだな、先生は。提供場所の不足解消を地域の学校に求めることで、誰も排除しない、誰一人取り残さない仕組みを作る。これこそ公教育最大のプロジェクト。地域で取り組めば一人では取れなかったリスクも安心して取れる。そう思いませんか？しょうがねえな。よし、俺も乗った。何何、また何か始まったの？例えば夏休みの地域行事として提案し、校区内の小学校と連携してみてはどうでしょう。それにはまずお隣の相模原第一小学校との話し合いが不可欠です。あ、あの良太郎が通ってた小学校か。教頭先生、そうだよ。私は伸ばした手を簡単に離したりはしませんよ。